寄付も手に入る時代ですけど、すぐに結果も分かる時代ですけど、すでに結果も出ている語をゆっくり見ていくということの効果は、計り知れないと、私は思ってます。こんにちは、洋騎しの三村智康です。これ何の画像が <laughs> 今出ているかと言いますと、え声優の森山修一郎さんですね。まあ、有名な声優で、えー っ亡くなられたですかね。まあ、2年ほど前に亡くなられた有名な声優さんですね。あの、囲碁が非常にお好きで、私直接お話をしたことがあるんですが、名刺を渡されたんですね。囲碁番組で、えっ、ー、と、お好み、お季語対局みたいな感じで、 確か、青葉香里五段と四子で打たれていたかと思います。囲碁将棋チャンネルのそういう番組がありまして、私は解説でお話をさせていただいて、すごく、あの、よくたくさんお話ししてくださる方で、あの、気さくな方で、最初に名刺を渡されるときに、あの、あなた何歳ですかって聞かれて、その時に私は多分40歳ですとか45歳ですとか答えたと思うんですけど、それならこっちね、みたいな感じで、名刺が2種類あって、その、片方が、 ケージ・コジャックという、私、ケージ・コジャック知らないんですけど、ケージ・コジャック、ある程度世代上になると、ケージ・コジャックの、んなんか名詞、映画入っている名詞を渡して、で、私ぐらいの世代だと、紅の豚の名詞を渡すと、紅の豚の絵が出てないですかね。ただね、ルパン、ルパン三世でもやってた、ルパン三世の何かの声もやられてたんですね。ルパンの方が私的にはすごい好きだったんですけど、でもその、 紅の豚の主人公ですよね。豚のパイロットの主人公の声をやられていたということで、すごい、まあ、渋い声を出される。で、えー、すごく面白い話をたくさん聞かせていただいたんですけど、あの、その後ね、あの、えー、以後のね、タイトル戦の周囲式とかにもよくいらっしゃって、私が、を見つけるとよく話しかけて、話をしに来てくださって、その、 声優のね、世界、あのお仕事の話をいろいろ聞かせていただいて、あの語の話も聞かせていただいて、すごい面白い話、たくさん学びをいただいた方なんですけども、今回何の話をしたいかというと、あの、囲碁のね、上達法として、つまりこの方が囲碁は好きで、毎日のように囲碁を打っていると言ったんですけども、その6段ぐらいにな,になった、 その6段ぐらいまで強くなるためにやった勉強、上達法、勉強法の話なんですよ。例によってね。で、皆さんにもね、これはできる方法なんですね。で、これが何かと言いますと、それがね、こちらなんです。これです。えっ、ー、と、新聞の、えー、囲碁欄ですよね。新聞には、その、こういう感じでですね。わかりますかねちょっと大きくし。うん。 こういう感じでですね。新聞の、うーん、一番下の段のところに、横に細長く、囲碁将棋欄っていうのがあって、これはね、生徒の子供たちは見たことないかもしれないね。家に新聞がなかったりとかね、あっても、囲碁将棋欄があることは知らないかも。で、もちろんこの、ある程度ね、大人の方で、ね、私からより上の世代の方だったら、当然見たことがあると思うんですけど、 囲碁将棋欄をですね、切り抜いて、切り抜いて、テーブルに置いておくって言、言、聞いたんですね。これ奥様にやってもらうそうですけど、毎朝新聞の囲碁欄を切り抜いて、テーブルに置いておく。自分で毎朝起きたら新聞開けてそこを見て読むとかではないんですよ。テーブルに置いておくというのがミソで、それで、ふんわり、まあ目に入るわけですよね。これを毎日の習慣にしていると。 これがすごく上達に役に立ったという実感を持たれているという話を聞いたんですけどもで。私はね、これ聞いた瞬間にこれさ、それはいいよね。それは絶対いいよねって、うん、強くなりそうだなって思いました。新聞の言語欄で、その最近はね、すごく、まああんまり読む人少なくなっちゃったかと思いますけど、 かつてはね、私なんかはね、昔タイトル戦、規制戦の七番勝負があったら、次の日の朝は朝一番に、清ス区に新聞を買いに行ったりして、その各社の新聞を買いに行って、まあ新聞を取ってなくてもね、朝買いに行って、そこの寄付を見たくてね、うん、それを朝一番に買いに行ったりとかしてました。でも今はインターネットで簡単に生中継も見られる、寄付も 出ている。いくらでも手に入る時代になったし、なんなら対局者の写真もね、動画も見られる時,時代ですから、全然違うんですけど、だからこの、そういう時代にあえてこの新聞の囲碁欄を活用するという、新聞の囲碁欄というのはね、一曲の碁をね、だいたい7分ぐらいに分けるんです。7回ぐらいに分けて、毎日、その、15手とか、ずつに小刻みに、 手順を進めていくんですね。勝手に、うん、あの、出しちゃってますけど、朝日新聞さん、あの、大出さん <laughs>、許してくださいね。え、それで、あの、こういうふうに、解説も、詳しく書いてある。その対応者の風景とか、その、後の内容についても、この、文章で書かれている。で、これは、あの、解説者の騎士がいて、で、ライターさん、書き手の方がいるわけですね。で、その、 二人の共同作業でこの囲碁欄。これ実際はね、もうちょっと左側にもっと文章の部分が長いんですけど、ちょっと切り取られてるんですけどで。こういうふうに手順が短い。だから、寄付もちょっと頭に貼りやすい。見やすいわけです,ですよね。ちょっとずつ進むので,で、内容が詳しく書いてある。これをね、昔はよく切り抜いてスクラップに、うん、したりもしてたと思います。あの、 プロ修行をしている陰性とかがね、そういうことをやってた時代もあったと思います。で、これがですね、うん、まあ、おすすめの勉強法なわけです。あの、これがね、ちょっとずつ進むでしょう。で、次の日に手順は、ちょっとずつ頭に入ってる、ストーリーも頭に入ってますよね。で、ちょっと気になりますよね。で、生活の中にこういうふうに、囲碁が組み込まれる。しんどくはない。手順もちょっとだし、それまでの手順も知ってるし、で、あ、こうなったか。あ、こうなったか。で、そんな、えっと、負担なく、楽しみながら、 ちょっとずつ学べるということで、これはね、すごくいい手だなと思いました。ぜひ、まあ私の生徒で、囲碁強くなりたい、こう、ぜひこれ試してみてほしいんですけど。だからね、新聞を、まああまり読む人が少なくなった時代ですけど、実はね、この新聞の囲碁欄というのは、うん、動画もある、 寄付も手に入る時代ですけど、すぐに結果もわかる時代ですけど、すでに結果も出ている語をゆっくり見ていくっていうことの効果は、測り知れないと私は思っています。これを、まあ森山さんはも,もちろんね、新聞で囲碁を見て読んでいた世代だからこそですけども、こういう習慣がついていたので、 テーブルに食卓に置いてあれば目に入りますからね。で、チラッと見るぐらいでもいいんですよ。そうすると頭にふんわりと入る。それで一日を過ごせるわけですよ。そうすると頭の中で、まあデフォルトネットワークが勝手に処理してくれたりもしますし、私の経験上すごくいい方法だなと思います。で、それでですね、次進むんですけど、新聞の囲碁欄はどうやって作られているかと言いますと、で、これがですね、えー、っと、今私が引き受けている新聞解説の仕事の、この、 えー、一曲なんですけども、あの、規制戦のね、スリーグの5なんですけども、ライターさんからね、観戦記者の方から、えー、何,々何日の、えー、何々戦の解説をお願いしますという連絡をいただいて、あえー、とその日だったら大丈夫ですということで、えー、その対局上に私はその控室で、えー、対局を見守りながら、その状況をね、調べながら、5、えー、の内容を調べながらですね、えー 形勢判断をして、うん、そろそろ終わりそうですね、とか、今日は長くなりそうですね、とか、形勢はこちらがいいですね、というようなことを記者さんに伝えながら、えー、まあその対局の、まあ後半部分ぐらいの時間はずっと一緒にその、まあ、いるわけですね。で、その対局者が終わったら、その、検討しますからね、意見交換をして、ここでこうだった、この手がいけなかったとか、で、まあそういう感想、 を言ったときに、その、一緒に参加して、えー、この手はどうでしたかここでこの手はなかったですかみたいなことを解説者がちょっと質問をしたりとかね。まあ、だから、なるべく、ある程度、対局者と、まあ話せるような関係の騎士がやる方が、まあ望ましいというところはあって、まあ今回は、まあ、高尾真嗣さんは一応同門ですので、まあ、高尾真嗣さんと山下敬吾さんということで、ビッグネームですが、一応、まあ、あの、少し私も、あの、まあ、話せるということで、 まあ大体はその対局者より強い人が解説をやることは少ないですね。大体少し格下の人がやることが多い。なぜならその、この二人よりも、えー、強いってなったら、その人はすごくもう対局は忙しい人なわけですね。タイトル戦ばっかり打ってるような人でないとっていうことになりますから。あとあんまり大御所の先生はこういう新聞解説は引き受けないですね。うん、やっぱりこの作業は結構大変だし、まあ、まあ若手がやるか。 少し、まあ私ぐらいの中堅の基地がやるか、ということが多いかと思います。えー、それでですね、最近は AI が登場したので、その AI が登場したので、まあライターさんの方でも、完成記者の方でも、控え室でも AI をかけて、形成がもうわかるようになった。だから解説者の説明が割と、まあ、少なくなった。えー、むしろやることは AI の 出ている評価値についての説明をする。AI と人間のここがずれたことの理由なんかを説明することが多いですね。対局者と検討するときにも、その、ここで AI は何て言ってましたかっていうように聞かれることが多くて、それを私は覚えていれば伝える。ここではこうでした。ここでは何パーぐらいでしたとか、対局者の感覚とは大きくずれていることも多いので、その、 嘘でしょっていうこともあるわけです。でも、まあ私の意見ではない、私の考えではないので、まあそれは、あの、まあ、なるべく正確に覚えておかなければいけないなというところはあります。あの、すごく複雑な状況で、この、実はこの手が、すごく意外な良い,い手があったとか、それで、 ちょっと確認が難しいときは、やはり言う人の信用度というのがものを言います。あの、長さんが言ったんだらね、岩尾さんが言ったんだら信じるけども、三村が言ったんだったら、うん本当かそれ、なんか記憶間違いじゃないか、みたいなことにもなりかねない、なるべく、まあ、ちゃんと覚えておかなければな、というところがあります。で、後日、この後、えー、私はこの号を、えー、内容をまとめて、 記者さんとどこかで、一回手順を並べながら説明をして、曲の語を大体7回か8回に分けて、7分分け8分分けとか言いますけども、それで、まあ感染機としてまとめられる。私の喋った内容を記者さんが、まあ感染機にまとめるわけですけども、最近はこれも少し変わりまして、パソコンが少しできる記種であれば、最初からもう AI で調べて、 たものを図をまあ貼り付けて、解説の文章で私は書いてしまって、そのまあワードで作るか、グーグルドキュメントで作るかして、その PDF かなんかにまとめて、もうそのまんま、新聞の完成期に使えるんじゃないかなぐらい、それに近いものをちょっとまとめてしまって、お渡しする。ええ、LINE とかメールで送っちゃう。で、それで済んでしまうことも最近は増えてますね。あの、うん、もうこれ。 お話しあ合って聞かなくても大丈夫ですね、みたいな感じになります。えー、まあ、あの、だいぶ、え、調べる係のやることも AI が出てから変わりましたね。まあ、世の中が全て AI によって作業が、え、すごく、まあ、楽になる、はかどっていくというところでは、すごく、あの、以後でも同じですね。 うん、チャット GPT と同じようにですね。ということで今回は声優の森山周一郎さんに教えていただいた新聞のイゴランが上達にいいよっていう話、それと新聞のイゴランはどのように作られているか AI によって変化した点などをお伝えさせていただきました。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。イゴキ士の三村智康でした。ご視聴ありがとうございました。